クリスタルのサポートチーム、ワインのことならピーロットジャパン。日本映画の先頭を行く松竹映画宣伝部。株式会社リンクは麹町にあるオフィス。不動産関係のことならお任せ。クリスタルプロデュースの企画 C3。 手作りから潜在意識の開花まで、ここにしかないクラスやイベント開催中。ペットのお仕事で活躍したい人のためのビジネスコミュニケーション講座も人気です。子犬の保育園、ドッグイベント開催のドッグライフスペシャリスト育成スクールを運営するゴーゴーワンズ。クリスタルでは番組で情報を届けてくれるコンシェルジュさんを大募集。あなたもコンシェルジュとして番組でご一緒しませんか？クリスタル、キラキラな夜はまだまだ続きます。詳細お問い合わせはキリンホームページ、またはFacebook のクリスタルレインボークラブページをご覧ください。ではハートフル入ります。びっくりした。業務連絡、業務連絡。依然としてニャーの隊長は極秘訓練で不在となりまして、私ハートフル隊3号桃色陽が何とも不安ではございますが、またまた留守を守りますよっ。私の名シーン劇場も、まあ、賛否両論中ではございますが、こう見えてもハートは強いと思うので、どうぞ長い目、広い心で見て聞いてやってください。お願いします。そしてこの模様は YouTube でもアップ中です。クリスタルレインボークラブで検索検索。さて今回私のお届けするお話は、桃色名シーン劇場第5弾、3匹の子豚。おや、こんなところに藁の家があるぞ。おい、開けろ。やだよ、僕の家は丈夫なんだ。こんな家俺様にかかれば、ふん、わあ、助けて。待て待て、次は木の家。こんな家俺様にかかれば、ふぅぅわぁ、助けて。次はレンガの家か。こんな家俺様にかかれば、ふぅふぅふぅ、もうこうなったら煙突から入ってやる。